もうやることをやってきたんで、あとは戦うだけって感じです。はい、まあ、あの会見での印象は柔道の打ち込みだったんでそんなないんですけど、まあ、見てきた動画の通り、打撃一発もあるし寝技も一発もあるんで、そういうの警戒して戦いたいなと思います。まあ、山口からも応援しに来てくれるんで、やっぱり一本勝ち KO 勝ちして勝ちたいなと思います。まあ、2位選手は一発パンチも一発あるんですけど、寝技グラップラーってことで、まあ、グラップラー対決になるのかなと思うんで、ここは自分が一本決めて勝ちたいなと思います。もちろんアームロックの、脅威なのは知ってるんで、まあ、前回今成さんは足換が脅威でしたけど、まあ、そういう特化した選手も頭に入れて練習はしてます。まあ、やっぱり両方ともが寝技を警戒するから、寝技にならないことが多いのかなと思いますけど、まあ、でも僕は、まあ、クレベル選手でも今成選手でも金原選手でもグラウンド勝負したんで、僕ではあんまり当てはまらないですね。じゃあ勝つならもちろんやっぱり1本でが一番自分では好きですね。わかりました、ありがとうございます。